一応最後に通そうかなと思って <laughs> こんばんこんんばはこんばんは,こんばんは念のための練習最後の電車の中あ気をつけて帰ってね鉄な違うよえっとアイドルの夜明けあいあいよはここで公開実習だん。だ なんかさ、立ってやりたいんですよ。しかも歌いながら <laughs> 恥ずかしいちょっと <laughs>。お、今お風呂があり、お帰りなさーい。こんばん、こんばんは。こんばんは。会いたいね会いたい。会いたいですね本当に。シンポジうん違うよ。ちょうど仕事終わったお疲れ様です。可愛い,いありがとう。こんばん、こんばんは。 ありがとうございます。暑い。暑 <laughs> い。こんばん、こんばんは。明日、久々にめぐみんパンチが。あ、そう、めぐみんと出れるのめっちゃ嬉しい。こんばん、こんばんは。こんばんは。長袖着てるの?。そうなんや。うちは半袖。アニメ見てる、あ、いいね。 こんばんは、こんばんは。めぐみんと出るの2回目なんだよ。楽しみ。こんばんは、こんばんは。こんばんは。あ、ネイルですか。ネイルはね、塗らない。あ、わかんない。塗るえ、塗らない塗るえ、塗る塗らないえ、どっ <laughs> えー、食後のデザート並みの楽しみの時間。嬉しい、そんなふうに言ってくれて。嬉しい、すぎげしい。こんばん、んばんは。こんばんは。えー、う嬉しい。リビングで見てるんですが、母はかわいちゃんの可愛い声がする。うれしい。お母さん <laughs> お母さん。髪切った。切ってないよ。あ、前髪だけちょっと切ってもらった。 そう、柏木さんとはねまだ出たことがないのそうかおりちゃんの配信見てからね、イル気になってる本当に嬉しい今日やはり舞香ちゃん二十歳の誕生日あっそうなんだおめでとうこんばんこんばんは波動イベントファイトありがとうもううちで終わっちゃった終わっちゃったこんばんこんばんは こんばんばはめぐみんパンチ受けたいうちも受けたいめぐみん大好き <laughs> こんばんこんばんはこんばん,こ,こんばんはこそ入たいよぜひぜひぜひこんばんこんばんは必殺って待ってる必殺ってなえー、必殺技必ず殺すってことでしょえー、ないないない 持ってない持ってないですそんな強いのはないな <laughs> こんばんこんばんはお土曜の声当たったありがとう嬉しい嬉しいそう言うと物騒そうだよね意外と物騒米み打ちあの空手で一切使わなかった米み打ち <laughs> 私がこめかみ打ちやってもなんかウェイトレスにしか見えないんだよねお待たせしましたみたいなそうこめかみ打ち難しいこうやってさ振りかぶってでここですこうやってさこうやってやるのこうやってそうこうやってこうやってやるのカラテやりたい <laughs> なんか今習いたいな空手な何でもいいやボクシングでもいいや 何でもいいからなんか動くの習いたい <laughs> なんか動く系の習い事したい何がいいかな空手もなんか今やった方ができそう分かんないけど当時のさ小学校の時ではうまくできる気がする力もきっと強くなってるからこんばんはキックボクシングやってるすごいキックボクシングってキックをするってことキック 空手教えて。<laughs> 教えられない。<laughs> もう全然できない <laughs> うん、うん。合気道。合気道。あ、ヨガヨガってなんかさ、有名だよね。よく聞く。ヨガってさ、あれ鶴太郎さんがやってるやつだっけヨガって。違うあ、ボクシングにキックがつくんだ。えー、楽しそう。こんばんは。初見ありがとうございます。 あそうだよね鶴太郎さんがさせてうんしているヨギヨガ見たことあるなんかテレビかなんかでうんうんそうそうそれ見たことあるからそうすごって思ってすごい細かったからねこんなに痩せるんだってってヨガ行ったことないな え、めぐみん、キックボクシングやってんの <laughs> そうなのすごっかっこいい。やりたい。なんか、打つの、ミットミットって言うけあの、打つやつ。それに打つのめっちゃ楽しいんだよ。すす。こんばんは。あ、顔に見えてきた。ありがとうミット打ち空手でもあったからめっちゃ楽しかった。 でも構える方は結構グーってなるけど構える方も意外と楽しい自分専用のミットとか持ってた2個青色だった気がする私黒の子黒とか赤の子もいたっけなんか支給されるんですよ先生にそういつも持って帰ってた家にそれをこうやってポンポンって合わせて叩くのが好きだった懐かしい懐かしいですね 「そうえー、やりたい」なんか蹴りたい <laughs> 蹴りりたたいいとか言って <laughs> 問題発言しちゃったかななんかさなんだっけえっと唯一蹴れるのがさドル空けにあってさあのー、<laughs> なんだっけえっとねなんだっけあれえっと「拳の正義」って曲でなんか蹴る振り付けが結構多くてあれだからそれすごい気持ちいい ああと殴る振る振り付けもんですよそれはなんかこう縦じゃないけど縦みたいな感じでやってるんだけどそれもすごい楽しいいかにさいかに本当に殴られたかのように見せるのが楽しい見えてるか分かんないけど <laughs> そうそう誰蹴るのえっとねそれは蹴らない全員蹴る振り付けなのそう人を蹴るとかじゃなくてあの全員が同じ振り付け そうでも殴るところはみんなそれぞれ違うお互い私は最初、えっと、初日だったらまずギさんを殴るんですよでその後にレミちゃんにやられて私がレミちゃんにやり返してで今度またレミちゃんにやられてやり返すっていうあの演技演技 <laughs> っていうかそういう流れでやってるそう流れ レッッスン上にサンサドバッグ置いてもらうえなんかさ何年か前にあったんですよね数年前に何か赤いさなんかこうやってパンチするのあったあれ誰が使ってたんだろうなんかいつの間にか消えとった <laughs> なんか一時期ずっとさカラオケの部屋にずっと置いてあったんですよねあとさホッピングも置いてた <laughs> よくわかんないけど気づいたらなくなってたそう一輪車もあったけどなくなってたしそう で、ベンチもあったらなんか急にレッスン上に。で、え、ベンチって思ってなくなったら、あれだったフォー、サムネイルのさ、翼はいらないのベンチだった。<laughs> そう。ホッピング楽しいよね。明日劇場行きます嬉しいありがとうございます嬉しい。ストレス解消だったのかなどうなんだろう。体育館倉庫、確かに。 小学生女子一輪車好きえめっちゃ好きでした私も一輪車めっちゃ乗り回してた<う>一輪車でジャンプしたりとかしてた <laughs> サドルのとこ持ってこうやってジャンプするのあさって雪でかありがとうああさっては僕たいやなありがとうございますありがとう一輪車乗れる人すごいえ本当に全然 なんかねやれば大体私は1週間かかった一輪車マスターするのに <laughs> 毎日家の外で練習してそう1週間で急に乗れるようになりました急に手離したらスーって進んだのなんか自転車はうち1日で乗れたんですよでも一輪車は1週間かかったからやっぱ一輪車って難しい難しかったこんばんこんばんはそうい意外とできるよ だからやってみて楽しいよ一輪車何も持たずに乗ったりとかできるようになるよやってたらえしかも大人になってから乗ったんですけどこの前意外と乗れた普通に <laughs> 懐かしかった手もたんと乗れたよそうめっちゃうれしかった なんかレッスン場に一人じゃあってマネージャーさんいたからこうやって乗ってもいいんですかって言ったらあいいですよっていう時に乗った <laughs> こんばんこんばんは超楽しかったでもねちょっと空気があんま入ってなくてポコポコしてたんですよだから空気入れてもう一回乗りたいこんばんこんばんはこんばんは。コツつかむのうまそうえ嬉しい私めっちゃどんくさいんですよねひたすらやんないとできない でなんであったんだろうそうてか空気入れって懐かしいよね空気入れとかよくやってたよね自転車使う時もうやってないんだけど <laughs> ね一輪車乗れていいことはねなんか楽しいですよわかん楽しくない人もいるかもしれないけどなんか楽しいそうなんか遊具遊具みたいな感じ竹馬とかも好き こんばん、こんばんはー。空気室もよくやってた。<laughs> やってない、やってない。<laughs> やってなーい。ワンバンコ、ワンバンコー。レッスン上にはな、後でないのないね。ない。こんばん、こんばんは。こんばんは。竹馬楽しいよね。地元だ、自転車代わり。うん。自転車は、なんか一輪車では出かけないね。 行く時は自転車で出かけて一輪車は近所で遊ぶって感じだった <laughs> そうそうそう洗濯たたみながら見てるありがとうありがとうございますこんばんこんばんはこんばんは一輪車乗りながらの遊とやばいやばいやばい <laughs> 車また乗りたいな竹馬もしたいしなんかめっちゃアスレチックとかも行きたいしどうしたんだろう子供に戻ってる気持ちが <laughs> やってなさすぎてやりたくなってきたこんばんこんばんはんあの頃の遊びをもう一度やりたい <laughs> ローラーのついたスニーカー持ってたよローラーシューズだよねだからさ K さんが言ってたさあのー ななんだっけなんとかフォレストめっちゃ行ってみたい楽しそうだった初見ありがとうございますありがとうあのまなちゃんとズッキーと茂木さんだったかなやってためっちゃやりたいめっちゃ楽しそうだった竹馬で一人ゃやばいやばいもうギネスよギネスよ高いとこは余裕余裕 ローラースルーご5まるこちゃん <laughs> なんかね高いとこ怖いけどでもまあそこまでやばいほど無理ではないけど観覧車は嫌いかもなんか怖いあれこんばんはラウンドワンいこうあラウンドワンねラウンドワンいきたいってか卓球やりたいいろいろやりたいじゃん卓球やりたいあとバドミントンもやりたい 卓球、今やりたいのは卓球とバドミントンと一輪車とアスレチック <laughs> アウトドア派いやそうなんだろうちっちゃい時はアウトドア派だったっけど大人になってインドアになったかもしれないでも誘われたら全然どこへでも出ていくタイプかもしれないこんばんこんばんはバドやりたいバド昭和の子 <laughs> 一体どうしたかおりどっちボール得意えどっちはマジで苦手です あのね、人と戦う競技は嫌い苦手ボール取り合ったりする競技は苦手ですねそう、なんか平和なスポーツが好き <laughs> そうそうあ1269日ん69日おめでとうありがとういや卓球はさ何て言うの球を奪い合わないじゃないですか直接はお互いのとこにやるじゃないですかだから まあいいのバドミントンでもさバスケとか取りに行かなきゃいけないじゃんそれができない苦手そうなんか自動的に来るから好き <laughs> そうこんばんこんばんはボウリングはねあんまり行ったことがないからあんまできないんですよそうそうなんですよカーリングカーリングできるかなあでも カーリング難しかったわそういえばちょっとしかかじってないけどかじったっていうのかなあれなんかモーリさんでやったそう奪い合わない系のがいいなってが気楽にできる遊びに来てありがとうありがとうあゴルフもねあんまやったことないなんかおじいちゃんとお父さんが好きでよくやってたけどやったことゲートボールやったことないこんばんこんばんは ビリヤードやったことない。あと、ダーツもやったことない。あ、ダーツある。おもちゃのダーツならある。ごまんごま。弓道やったことない。柔道ならある。あ、バレーボールもやったことある。で、学校の体育でほとんどやったかな。大体のやつは。あ、テニスもやったことある。スカッシュってなんだ、スカッシュ。レモンスカッシュ。とにかくね、卓球がやりたいです。<laughs> 2年前3年前にさやちゃんと卓球行ったんですよそうめっちゃ楽しかったでもね高くてね30分で500円なんだよ <laughs> 高いよねポートボール懐かしいそれやったポートボール懐かしすぎるなんか台の上に乗ってさその人がキャッチしたらさなんかゴールみたいなやつだよねポートボールポートって略してたポートボールのことバッティングセンター行ったことあるあ違うわあのさなんだっけ あのなんて言ったっけバッティテニスのバッティングセンターみたいなのテニス野球じゃなくてテニスの行ったことあるテニスの打ちっぱなしみたいなの連れてってもらったちっちゃい時それ楽しかったテニスってさ打った時のさ感覚超気持ちくないあの音がいいんだよなんだっけ軟式軟式軟式テニスだった あオートテニスかなそうめっちゃ楽しかった。え、フェンシングはやったことない <laughs>。ちょっと高度すぎてできなそう。めっちゃ楽しかった。どんどんね、出てくるんだよ、ボールが。で、スパーンって打つの。で、またピシューンって出てきて、またスパーンって打つの。めっちゃ楽しい。なんかね、テニスね、お母さんとかお兄ちゃんとや,やるんだけど、それは下手でバドミントンの方ができた。そう。の方が好き。 水泳はね普通なんか嫌いでも得意でもないけど普通に泳げるあのよくある泳ぎならできるスクロールと平泳ぎと犬かきとならできるあとバタ足 <laughs> カバディはよすいでも茂木さんが好きなやつだっけやったことない高跳びこ、やばいどんどん高度な高度ななんか 高度なスポーツ名が出てきた。あ、セパタクロウ知ってる。え、なんだっけセパタクロウって何で出てきたっけ日常っていうアニメに出てきたっけ違うっけなんかでで、なんかて、見てたアニメに出てきたことある気がする。パセパタク、セパタクロウ <laughs> みたいな <laughs>。なんだよ、それみたいな感じのなんか感じで出てきたこと。日常だっけそれとも、浦安鉄筋家族だっけこんば、こんばんは バンジーはやったことあるけまり、けまり懐かしいあボルダリングやりたいそうボルダリングめっちゃなんかボルダリングの先生がそのなんだっけあの「岩かけるの時のいつでもやりたくなったらおいでね」って言ってくださってほんとに行きたいもんほんとに行きたいほんとにもう一回やってみたいすごい楽しかったごまんなんかね ボルダリングさ上まで上がったらさ慎重にさ降りるんだよなんかその何て言うんだろう足にかけながらでもうち一番上から直で飛び降りるのが好きでそうダイナミックだねーって先生に言われたそうジャンプするの怖くないのだってさ下ふかふかなんだもんそうめっちゃ楽しかったあのさ なんかさ命綱つけて上の方まで上がるのもさめっちゃ楽しかったもう一回やってみたいかくれんぼしたしてない最近最後にしたのいつだろうお疲れ様ですお疲れ様ですスカッシュ知ってる知らないスカッシュ知らないワイルドだな関係でしたことあるあるよトランポリン大好きそんなにやったことないけど <laughs> かおちゃんニコニコしながら落ちていくってなあみんちゃんも言ってた <laughs> やばい <laughs> やばいやつやちうち <laughs> 泥系派軽泥派軽泥派軽泥って呼んでたベリベリキュートセンキューセンキューすぎるありがとう懐かしいなんかそういう遊びしたくないですけど大人になったらしないさちっちゃい時のさ遊びをさもう一回やってみたい 氷鬼と色鬼だったらどっち好き氷鬼が好き。氷鬼。竹馬乗れるよ。あのさ、竹馬の足のところが上がるやつあるじゃない全部上がるのかなあれ。なんか、上げて高くしてた竹馬 <laughs>。めっちゃ高くして、台の上から乗ってた。あーってやってた。<laughs> うん。楽しい。そう、わざと大きくすんの。 氷鬼って何え、ほんと氷鬼は、なんか、タッチされたら、その人は氷になっちゃうから、その場から動けなくなっちゃうの。で、助けを待たないといけないっていう鬼子だった気がする。確か。あれそうだっけ氷鬼。あと、手つなぎ鬼とかなかったなんか、タッチされたら手繋いで追いかけて鬼になるみたいな。<laughs> 超難しい手つなぎ鬼。髪短いかおいちゃん似合いすぎて、頭抱えてる。 ありがとう頭抱えたりこうこうやってう嬉しい山手ームあっ好きめっちゃ楽しいよねそうこういうに色に高鬼あって高鬼懐かしいあったねそれあった高鬼高いとこに逃げるんだっけあれどういうやつだったっけ高鬼って何だっけ高いとこに逃げたらタッチできないんだっけあとさタンマとかあったよねタンマ <laughs> 瞬間に「タモ!」とか言ってさそう <laughs> あんなの一生タッチできないって思った <laughs> なんかさ一連の流れだったよね「タッチタモやめピー」ってやつ <laughs> 3年 <laughs> 3個逃げるそれをよくあった小学生 <laughs> 金曜公園入ったけど走らぬ顔ちゃん見えなかったええー、うごめんね あありがとうかわいいありががととううい優しいだるまさんが転んだ懐かしいなんかさだるまさんの一日ってなかっただるまさんが転んだじゃなくてだるまさんが歯を磨いたとか言ったらこうやって歯を磨いたポーズするみたいなのなかったきっそれあったよね懐かしすぎるんですけどなんか忘れてることいっぱいありそう小さい時の。 あんた,がったどっこさひいごさひいごどっこさ熊本さ熊本どっこさえんえんがちょう <laughs> なんだっけ分かんないかしら懐かしい駄菓子何が好きガブリチューとタラタラしてんじゃねえよとえっとうんーとあとはなんか爪楊枝で刺して食べるのと好きです <laughs> よっちゃんがよっちゃんいか。懐かしい今何十分45にランキングしようかなガブリッチュガブリッチュガブリチュガちゃんの花楽しい嬉しいありがとう木登りしてたしてたうち秘密基地がめっちゃ好きでさ友達と秘密基地ね作ってたそうなんか焼肉のさ網が落ちててゴミで その焼肉の網にロープをつけて木にぶら下げてブランコ作ってた <laughs> そうめっちゃ楽しいのそういうのやってたそうとかねあと何してたかな秘密基地って楽しいよね超大好き家にも秘密基地作ってた部屋の中にあのさ勉強机のさ下のさなんかさ あのなんだっけ引き出しが出せるようになっててさ別のとこに置けるんだけどそれを出して中に絨毯引いて秘密基地とか作っとった <laughs> ガチでベタベタしなかえっ、ー、ねどうなんだろうなんかもう子供だから汚いとか何にも考えてなかったそう秘密基地懐かしいあとこれはもっとちっちゃい時だけど「布団ブランコ」っていうのをやってもらってて お母さんとお兄ちゃんが布団を持ってその上に私が乗ってブランコにするっていうやつです懐かしい。たまに吹っ飛んで頭打つんだよ <laughs>。<危>な吹<い笑>っ飛んじゃうのあれたまに、ね、あと段ボールハウスとかあった。なんか段ボールで本格的な家をねお兄ちゃんが作ってくれて。本当に扉とかあって入れるの。そういうのめっちゃ好きだったけど、父さんに解体されとった気づいたら。 <laughs> 父さんってすぐ子供の家具解体するんですよ、うちの父さん。そう。ジャングルジムも解体されたしね、気づいたら解体されて邪魔じゃ <laughs> って言って。そう。しかもうちのジャングルジム、お母さんの布団干しになってた。布団干してた。<laughs> ダンボールハウスの懐かしいな。 <laughs> 勉強する時間ない。いや、ちゃんと勉強もしてましたよ。宿題ね。宿題忘れたことないですから。<laughs> 多分いや、ない。絶対ないと思う。頭は悪いけど、宿題は忘れなかった。<laughs> あ、ぶら下がり健康器あった友達んちに。<laughs> うちにはなかった。<laughs> それでぶら下がって遊んでたよ。懐かしいね。 絶対私、本当に忘れてない。マジで宿題とかはマジで真面目だから私。そう、夏休みの宿題はもう7月中に全部終わりしてました。こんばん、こんばんは。こんばんは。計画的なんですよ、意外と。<laughs> こんばん、こんばんは。こんばんは。2期は終わりしてなきゃ。 <laughs> 障子破ったらやめてない <laughs> 自由研究何やったかな,なんか自由研究がうちの小学校なかったんですよねそうなかったのなんか私計画を立てるのが好きで紙とかにそれでなんかこの日はこれをやるこの日はこのワークをやるこの日はこのページをやるみたいな考えてやるのが好きで それでやってたのだからねなんかな一気にじゃなくて数日ごとにってやってたら意外とすぐ終わるけど、ね、宿題結構好きだったんですよなんかなんかさそういうやるのが好きだった算数は苦手やったけどウフフそうこん,ばんこんばんは計画立てるのがね好きなんですよだからさ何だっけあれスケジュール帳とかも書くのめっちゃ大好きそう <laughs> 8月30日からやってたおもろい, <laughs> い。え、きっかけ通りにやってましたよ。懐かしい。宿題が欲しいもん、今、なんか。宿題してみたい、うんうんうん。ゴリアは計画的に。なんだっけ、それ。なんか、お金借りるところの CM かな。そうだっけ。あ、アイフルか。アイフルのワンちゃん、かわいいよね。 ワンちゃんいたよねアイフルのあそれアコムか <laughs> あれアコムのワンちゃんうん,うん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 スケジュールちゃん描くの好きなのかえだよね楽しいよね描くのそこに愛はあるんかあれそれ何アイフルあ CM 変わったんだ鉄腕アコム <laughs> 今のそこに愛はあるんかア,アトムアコムアトム三大活用あじかありがとうじゃあそろそろランキングしていきますねレッツラゴーえー、っと今日は懐かしいトークでしたフん。<laughs> いやではいきたいと思います第13位は

6位はみけねカットマーキュータンポさんですありがとうございます5位ははなちゃんさんですありがとうございます4位はゆーまカザオキショさんですありがとうございます3位はこまねこマニアのじいさんですありがとうございます2位はマッシュルームちさんですありがとうございますそして1位はかずみちさんですありがとうございます以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介でしたありがとうございます。 次はギフトをくださった方の名前を呼びたいと思いますスイカおいしそうゆうまかじょうきしょうさんクロードイコールシルフルさんキムさんゆきかなさんうえピーさんすぎやん12.5さんふみおさんピーちゃんさんノンとアットマーク稲垣かおりごろくツイート中さんかずみっちさんガンソユーティーアットマーク花のしあわうまれさん ぴーちゃんさんけんちゃんよでさんがっちさんさっとかっこさたら岡田岡田せいさん読み方違ったらごめんねみずきさんどっちだろうふかさんおのぴーさんそださんかずみっちさんいる6番さんしんきおやじさんこいこいさんきしょうちゃんさんじいさんこまねこまにゃのじいさんあらひとさんあでだっちゃんさんましシるルっちさんみとちゃんさんだいちさん ちぃさん、トラサポさん、パンチャートマーク、かおちゃん、すきじゃがさん、はなちゃんさん、ひーちゃんトマーク、つむじさん、こまねこマニアのじさん、中川くんさん、ぴーちゃんさん、マイスキーさん、ジャなさんとマーク、コロコロさん、クリームアンピーさん、さやりまるさん、地球防衛組さん、パンチャートマーク、かおちゃんがすきじゃがさん、社交ダンサーさん、ポンタ428さん、マッシュルムチさん、こまねこマニアのじさん、新居親父さん、こみさん、高井さん。 やなたけしトとまくおれちゃんホントかわいいなあさんいけなかあとまくゆたんぽさんのぶたトとまくおれちゃんめがみおしさんととさんえー、っとこじやすさんこうぽんさんたかさんそとさんみおさんいとうさんさんとんぼさんときおさんきむりーさんゆきかなさんあつしトとまくずんかおしさんしつしつさんメロディーさんガッチさんいそぴょんさんあずまンさんひろゆきさんせんきおやじさんだらいやさんなかじさんです。 トありがとうございます。じゃあ今日は先にこの子を出しておいた。ギフトありがとうございます。嬉しいです。ということで今日もショールーム見てくださって本当にありがとうございました。コメントをくださったり見ていてくださったりギフトをくださったりすごく嬉しかったです。ありがとうございます。明日は水曜日。 <laughs> 水曜日もみんなが楽しく過ごせるように応援しています頑張ってくださいあと今日ゆっくりできるよって方はあのゆっくり休んでやることがある方とか夜勤とかある方は頑張ってくださいあと今日もメール読んでくれたり応援してくれてありがとうございました本当に明日もメールを待っていてねでは最後に明日のラッキューララをしたいと思いますなんやろか なんや,やろうか、なんやろうか。なんやろうか。なんやろうか。ラッキー。ラッキー。んーぐぬぬぬぬぬ。<laughs> う<ー>ん。<laughs> じゃあ、金閣寺です。ラッキー歴史的建造物は金閣寺です。 金閣寺に行くか金閣寺って10回唱えるとラッキーになるのでぜひ試してみてください <laughs> ということで皆さんおやすみなさい金閣寺行ったことあるよ小学生の時に行ったことある金閣寺なんでかって言ったらなんやろかって言ったのがゆいはんさんがよく言ってたから それで夕飯さんといえば金閣寺より輝きたいだから金閣寺いましたごまごま銀閣寺も行ったことある金閣銀閣奈良の大仏えっとどこ行ったっけ清水寺行ったことあるそう <laughs> 懐かしいそういうとこも行きたいねまた <laughs> 何の話ってか京都とか行きたくないですかなんか改めてなんかさなんかさ何て言うんだろうそんなにさ小学生の時正直そこまで興味あるわけじゃないから今行きたい京都そうあ鹿にあったよ鹿さ鹿せんべいあげた鹿せんべい食べてもらった <laughs> ということで、いつかみんなで京都に行きましょうということで、今日も本当にありがとうございました明日も見てください。え、京都に住んでるいいな。いいな、いいな。京都出身ってかっこいい、なんか。思い出たくさんね。アウトとそう、そうしていると、時間が。すいません。では、ありがとうございましたじゃあ、5秒で切っていきたいと思います せーの543210ありがとうございましたバイバーイまたねありがとうございましたまた見てねバイバーイチありがとうございましたバイバーイ,バイ,バーイあイあとお話し会の再販してるのでもしよかったらお願いします待ってます では、今度こそバイバーイありがとうございましたバイバーイ失礼します。押します。